安打、盗塁失敗、ランナーがなくなりました。さあこの辺りはどうだ、飛距離は十分か、右か左か、右か左か、右だ、入りました。ホームラン、オーティズ2打席連続ホームラン、第23号。本田盗塁失敗の後、このオーティズが一振りで追加点、今日2本目のホームラン、ホークスに4点目が入ります。大きな大きな1点。オーティスが2打席連続のホームラン、第23号。これはこの試合非常にターニングポイントといいますか、大きな1点になりましたね。まあ、大きくやっぱりこのホームランはね、非常にあの終盤に向けての価値あるホームランになりますね。そうですね、高めのボールでした。非常に滞空時間の長いホームラン、レフトスタンドに飛び込みました。オーティス今日2本目のホームラン、第23号。昨日 T 岡田に追い越されたホームランランキング、1日でそのキングの座を奪い返しました。オーティス今日2本のホームランでホームラン数を23にまで上げています。